はい、皆さんこんにちは、ワンドリングルビッシュです。ウィニングポスト8ですね。続きプレイしていきましょう。お金がいつの間にかだいぶ、気づかなかったんですけど増えてますね。なので建設をしていきたいと思います。何作ろうかな。12億とかは無理だな、さすがに。この辺かな、作るんだったら。パワーなどを鍛える瞬発力とか鍛えますか。じゃあ5億円。はい、あと馬の状態を見ておきたかったんですけど、ネクストを押してしまいましたと。誰か出るのかな。阪神カップ、おお、1番2番人気、2頭とも内か。どっちかは勝ってくれんだろう。4コーナーをカーブして、さ さあこれからです。先頭は大木場から、大木場から、あれ先頭、あと200メートル、届かなそうだな。ウルハート伸びてきた。5番、残り100メートル、うわー、させないか、させないな。スイフト、ジョイフルハート、大激戦の前、果たしてどっちが勝ったのか。ジョイフルハートだね。うちも外も届かなかったと思う、うちの馬は。これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。届いてないね、残念。鼻差で負けてますね。マイナス4億。さあ、2005年が終わって2006年になりますね。こっからの10年でダービー取ります。こっからはですね、ちょっとじっくり腰を据えてやっていきたいと思います。具体的に何かと言いますと、ですね、まず観戦レースなんですけども、G1 に関しては全部見ます。で、他はもう見ないということで、1周ずつやっていきたいと思います。ちょっとね、時間がかかっちゃうところはあると思うんですけど、そういう形でやっていきたいと思います。そういう意味で言うとですね、記録でいいのかな、開催表ですね、 G1 の開催表を見ていきたいと思うんですが、1月2週は何もない。1月はそもそも G1 自体がないよね。2月にフェブラリーがあるぐらいですか。2月の2月の4週かな、フェブラリーステークスありますね。なので2月の4週目までまずは進めましょう。G3 か、出ないんだね。馬の情報を見ていきましょうか。
岡山記念中日弥生か。ああ、なるほど。ってことは、次は、開催表を見て、中京で高松の二宮記念があるか。3月は3週ですね。なんかこれでやっていくとちょっと効率悪いな。でもやっぱりなんか G1 だけ進むとかできないのかな。イベントで停止しかできないんだ。これあれでできたらいいですよね。 G1 自分の馬が出るときだけ止まるとかっていうのがあったらね、すごくいいんですけどね。高松の宮は誰も出ないか。したいのは建設したいんだけどね、お悲観さんお金がないっていうね。さあネクストネクストで進めていきますよ。G2 の日経賞はちょっと見たいな。天皇賞春出走するのね。出走しますよ。さあここだよな。お、コメントで期待できるかどうかっていうのがだいぶ分かっちゃうからな。まあなんともって感じですね。さあ大阪杯にパワーちゃんダブリンが出ると。どの馬ですか。パワーちゃんマリオンの 06? そんなに馬だっけ。大阪杯勝ってくれるようなことがあれば面白くなってくる。うわ4着か。そしたらですね、記録でちょっと開催表を見させてください。皐月賞が4月の4週にあるんだね。で、うちから出そうな馬はいるのかというところだよね。天皇賞に出るでしょう。さつき、パワちゃんウッド、この辺りが出てくれると。いいですね。じゃあ4月の4週目まで進めちゃいましょう。あれ？ちょっと待って。なんでなんで？パワーチャンウッドとかどうなったの？ああ、
4月の3週だったのね。で、名将サムソンが勝ったと。5月の5週か。ダービーはなんか勝てそうな気がしないな。調子悪いのか。調子悪くて勝てるほどやばくないよな。ノミネーションセールに参加してサンデーサイレンスはもう消えたか。そしたらまああえて買わなくてもいいかな。いる馬で種付けしていきましょう。さあ桜キャンドル、シルバーチャントレイルはシルバーチャームとか大気シャトルとかパワーチョンカーソン、マリオン、ナインが微妙なのね。スマイルキューティー、クンディクタス、パワーチャンパレード、結構いっぱい馬いますね。分かってはいたけど。というわけで上から順々つけてましいきましょう。どうしようかな。C で丸がついてるイーグルカフェつけますか。パワちゃんトレイルは B がいる待機シャトルつけますか。パワちゃんカーソン、お、フレンチディピティがいいね。シルバーチャームが一番いいかな。いや、ティンバーカントリーもいいですね。お、ホークスターが爆発力21だ。ホークスターつけよう。爆発力重視でつけないと勝てないですね、普通に。いや、エミネムをつけて、スマイルキューティーはアドマイアドンが良さそうですね。フォーティーナイナーかな、このままいくと。そうだね、フォーティーナイナーって言うでしょ。いや、上海の方がいいかな。フォーティーナイナーは上海、フォーティーナイナーだな。パレードはキングカメハメハ、待機シャトル、上海、キングカメハメハだろう。パワーチャンカード、ヘクタープロテクターとかつけますか。パワーチャンアップルはアドマイヤードン、パワーチャントランプはサプライズパワーをつけて銃がついてるからティンバーカントリーにしましょう。基本的にはもうハイボー評価が高い馬をつけていくと。イーグルカフェ爆発力24あってイングリードあるからちょっといいイーグルカフェつけよう。パワーチャンレディはシルバーチャンかな。これっていうのがいない。 A
0.2 か、オグリギャップが A か。B すらもいないのね。B すらもいないと。そうなると TM をつけましょうか。TM ね、せっかく株持ってますからね。そしたら、5月の5週目まで進めますか。あ、いや、天皇賞か、天皇賞。天皇賞、16番人気か。16番人気だとちょっとあれかな。掲示板に乗るのも難しいかな。4コーナーカーブから直線コースに向きました。ここで先頭変わりました。リンカーン、先頭はリンカーン、最高峰にいるな。なんか詰められそうな気配がないな。連れて伸びてきたのはディープインパクト、ハイトッパー、先頭ディープインパクト、ディープインパクト、もう一伸び、ディープインパクト、ディープインパクト、1着、2着にはどうやらアイポッパー、これが三冠馬だ、ディープインパクト。ディープ強いね。何今のイベントなんかあるのかなと思ったんですけど、何にもないですね。さあ日本ダービー勝ってくれ。8番人気か。可能性がゼロっていうわけではないな、8番人気だと。府中の直線526m、ここからが勝負。最後の追い比べ、先頭はエアロック、後続も足を伸ばしてきました。2番手はアドマイアメイン、先頭を捉えるか。あと1メートル、上がってこい、ダメだ、伸びてこない、頑張れ、いけ、ダメか、食らいつくアドマイアムーン、先頭だ、アドマイアムーン、一着でゴール、アドマイアムーン、一着、祭りだゴッホとか言ったな、祭りだゴッホ、安城してやったり、G1 の大舞台で強心臓ぶりを遺憾なく発揮しました。勝ったのはアドマイアムーン、10着ぐらいかな、8着ですね。シャトルをつけて、バージョン9は C と D しかないかな。そしたらアドマイアドンかな。もう高い馬をつけていく以外に何にも思い浮かばないです。 B が最高、 A はいない。いたね、今春巻き、春巻きって昔っていうかうちの馬じゃん。頑張ってるな春巻き。春巻きって一番最初に所有した馬ですよね。
や春巻さんが頑張ってくれてるとは思わなかった。嬉しいな。宝塚に、何個か出てくれるみたいですね。あ、そう、パワちゃんアイスね。宝塚記念、パワちゃんポーラに期待。パワちゃんポーラね、20丸、あの評価が20丸じゃなくて調子が20丸なんで。5番人気、5番人気だと可能性はなくはない。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。先頭変わってキングストレイル、残り 200m、 ディープインパクト伸びてきた。デルタブルース必死に追いつかります。強いな。2番手はデルタブルース、ディープインパクト今3着ぐらいには入選したと思いますけどね。ポーラも1着、2着はデルタブルース、これが絶対王者だ。ディープインパクト、ちょっと全然歯が立たない感じだったな。3着に入ってくれましたけど、ディープ強いな。これで、夏場の G1 戦線は終わったのかな。次は9月とかですかね。これなんかあんの、このイベント。いいよ、ディープの話は。だって絶対勝てないもん。次の開催地と、スプリンターとかが最初に行くんですかね。そうですね、9月にスプリンターがありますね。なんで9月の2週目とかだかな、4週目か2週目かどっちだったかな。ちょっととりあえず9月の2週目までガッと進めますね。出ないっていう可能性があるんで、ちょっと何とも言えないですね。セントライト記念に、おお、このセントライト記念で勝ったりなんかすると、だいぶね、菊花賞への道が開けてきますけどね。G1 に出そうな馬はいないね。
パワーチャンウッドが神戸新聞杯で勝ってくれる以外に菊花賞への道は開かなそうだな。よし、パワーチャンウッド2着だ。菊花賞に出てくれるぞ。繁殖牝馬はとりあえずいらないかな。今いっぱいいるからな。一応覗くだけ覗いてはみますね。アンダンテ、ソリッドジョイナー調教師が星印までつけてる。そこまでの馬なんだ。ソリッドジョイナー買おうかな。そしたら一発で買います。多分1億ぐらいで買えんじゃないかな。1億4000万か、2000万ですね、ごめんなさい。もういいです。楽しみですね、次の種付けが。お、この毎日王冠京都大賞典、この辺りで買ってくれるような馬がね、出てくれると心強いんだけどな。3着か。紹介でましょう。さあ菊花賞、パワーチャンウッド頼むぞ。ブロンドの方は、除外されてしまいましたけどね。ボバ三冠の最後の一冠取ろう。9番人気。勝負、先頭はエアロック、エアロック先頭です。最後方のほか引き離しにかかりました。ちょっと厳しいかな。残り 200m、 エアロック先頭だ。しかし後続の足もなかなかいい。名将サムソン抜けた。名将サムソン、ね、もう一伸び。名将サムソン、名将サムソン1着、2着は微妙です。名将サムソン一番人気に応える見事な G1 勝利です。強いね。エリザベス女王杯かな。11月の2週目。そうですね、エリザベス女王杯ですね。そこまで進めましょう。内からでも3頭も出てくれるってのは嬉しいな。
8億円貯まってるんで建設しましょう。販路コースを作る。5億円。さあここで G1 買ってくれ。2番人気かパワちゃんポーラ、いいぞ。ただうちの牧場もなかなかですよね。エリザベス女王が G1 に3頭出してるって。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ああ頑張れよ。ファイブビーチ先頭、2番手は川上プリンセス、あと200メートル、どうだ、外に出せ、川上プリンセス、いけ、スイープ投手、1着にはどうやらパワちゃんポーラ、見事に勝ちました。スイープ投手、アドマイヤキス敗れました。これは掲示板までです。ちょっと前が詰まっちゃったのと、この重馬場雨っていうのがね、どう響いたかって感じですね。ちょっと届かなかった。残念。次はジャパンカップが11月の4週、あと有馬とかですか。ちゃんとダブリン、これまたディープと戦うんだな。これディープに勝つなんてことが起きたら本当嬉しいんだけどな。9番人気、まあ、なくはないですよね。しかも最内枠取ってますし、4コーナーをカーブして、いいぞいいぞ、さあこれからです。一番後ろにいる、マイソールサウンド、マイソールサウンド、さあ上がってこい。先頭2番手は頑張れ、釣田ゴッホ先頭を捉えるか。さあディープインパクト一気に来た、あと 200m、 先頭は釣田ゴッホ、さあ来た、さあ来た、頑張れディープインパクト、頑張れ、フリードニア、フリードニア1着、2着は微妙です。フリードニア見事に1着、世界の強豪の前に日本勢敗れました。惜しかったな。ただディープに先着したんじゃないの？いやさ、ディープに先着した。一着じゃないけど、ディープに先着。いや、これは嬉しいな。パワちゃんダブルによくやった、柴田よしおみ。9番人気から見事に、2着に入りましたね。惜しかったね。これ、有馬記念もちょっと期待できるな。ポーチャンポーラは日経杯のこれ、いやこれどう考えても有馬記念だろう。有馬は出れないの？有馬だろう、そうだろう。で、削除で、日経杯削除して、お気に入りローテーションで、長距離ね。いや、お気に入りは、
これは期待できるぞ、パワちゃんダブリン。今後ちょっとあと主要な部分をやっときますか。パワちゃんポーラは遅め、この辺までですかね。そしたら12月の4週目、さあディープともう再戦しましょう。ディープと有馬記念で地位を決しましょう。8番人気、さっき9番人気ながらね、ディープに先着の2着、有馬記念で G1 取ろう。4コーナーをカーブして、さあ上がってこい、これからです。先頭上がってこい、祭りだゴッホ、どうだ200m、 あーダメかー、祭りだゴッホ、粘るディープインパクト、ディープインパクト、下伸びディープインパクト、ゴールイン、ディープインパクト、1着2着にはどうやら大きパウェーブ、今年最後の G1 もこの馬でした。宝塚記念に続いて春秋グランプリ制覇、ディープインパクト。ちょっとジャパンカップの時は調子悪かったんだろうな、今の走り見る限りダブリンがどうにかなる相手じゃなかった。そしたら今度は天皇賞まで出番はきっとないはずですね。天皇賞春、今度は春の戦線にね、名乗りを上げてくれるような成績を残してくれるのと、あとクラシックにね行ってほしいですよね。ただ2歳馬かな。どうでもいいと、弥生賞にパワーチャンシグナルが出るんだね。高松の宮記念にパワーチャンポーラ、3月の5種ね。弥生賞どうだ、6着か、6着か、6着じゃどうにもならないな。パワーチャンブロンズが阪神大賞典、 G2 ぐらいはね勝ってほしいですね、サクッと。9着かい、
6番人気パーチャンポーラ。ジーパンでガシガシ勝ってくれるようなね。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。最後の追い比べ、先頭はギャラントアロー。ギャラントアロー、大外飛ばしたけどどうだ、ちょっと届かないよな。先頭は電車道、電車道、先頭鈴鹿フェニックス、届かないね。電車道、1着2着にはどうやら鈴鹿フェニックス。追い込んできてる感じはあったけど、電車道、エイシンドーバー完敗です。着外に沈みました。6着。特に、ね、これといったのはなかった。4月の3週の皐月賞までないか。皐月賞な、出れんのかな、そもそも。週になるな、弥生賞で完敗したからな。9番人気か。1番人気に押されてるのはアリゾナパーシブ、アドマイヤオイラ、オーラ、ビクトリー、この辺りなのね。これでもね、間違ってネクストしちゃった。5着だったか。今回の皐月賞を見る感じだとね、いけるんじゃないかななんて思ったんですけど、ガシガシ種付けしてきますよ。まずは B 級がいるかどうかで言うと、いないね。いたぞ、春巻きか。パワちゃんマリオンは B で18っていうのがいますね。評価で相当とかできないんだろうな。あ、できるじゃん。春巻きか。なんで春巻きいつも。春巻きはやだもん、嘘くさいんだもん。とか言うと怒られちゃいますけどね、自分のとこの馬を信じられない。アフリートとかつけますか。これ楽ちんでいいな。配合評価があるとハーツくらいね。
TM、 TM つけるか。上海、これ楽ちんだな。初めからこの機能に気づいてればよかったですね。ネオユニバースとかね、春巻きはちょっと信じられない。東進ブリザード、タップダンスチーとかいたな。トワイニングとかつけますか。お、これはいいぞ。桜千歳王とかつけるか。また春巻きだよ。春巻き信用できないよ。なんで春巻きがあそこまで評価が高いのかがわからない。大鳥プライス、よっしゃー。5月の3週にビクトリアマイルがありますね。調子悪いからな。7番人気か。パワちゃんポーラね、頑張ってくれれば7番人気だとなくはないですよ。ただ調子がね、罰がついてたっていうのがちょっとね、どうかなってとこですけど。4コーナーをカーブして、さあどこにいる。先頭は大隅アイズ、大隅アイズ先頭。2番手は名勝バトラー、追いすがります。あ、さあそこにいる、真ん中にいる、青い帽子来た。残り 200m、 頑張れ、もうちょい伸びろ、もう下伸びこい、もう下伸びこい、ダメか、ダメだな。リアデラノビア、リアデラノビア、リアデラノビア、1着、2着にはどうやらアドマイヤキス、見事に勝ちました。リアデラノビア、アドマイヤキス、2着止まり。しかしなんとか面目を保ちました。6着か。次6月の1週の安田県日本ダービー、日本ダービーに出てくれるのね。5月の5週の日本ダービー、6月の1週の安田記念、6月の4週の宝塚記念というとこですね。この年のダービーは誰だったんだろう。2007年って10番人気ウォッカね、
ウォッカか。しかも内枠引いてるしな、ウォッカ。名品中の名品ですよね、これ。ウォッカ指示通り勝つのかな。ここからが勝負。先頭変わってエイシンビジョン、しかし後続のアシードもなかなかいい。2番手はパワチャンシグナル、先頭を捉えるか。ウォッカいい足だ。ここから勝負をかけます。ここで先頭変わりました。おー、頑張れ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 。先頭はウォッカ1着でゴール。ウォッカ1着、2着はパワチャンシグナル。頑張ってくれたよ。完勝です。束を寄せ付けない圧倒的な強さです。ウォッカには負けたけど、ダービーで2着だからな。頑張った頑張った。頑張った頑張った。ダブリン10番柴田義臣、タキオンとかつけるか。バグですね。桜地とセオをつけましょう。さあ安田記念です。6番人気なくはないよ。6番人気はまあ、このなくはないよってずっと言ってますけどね。いやー、さっきの日本ダービーウォッカ2番。さあ直線に入りました。これからの勝負。先頭変わって混合力士を差は3馬身。後続の手応えもいい。2番ダメか、全然伸びてこないな。手応えは悪くありません。前を捉えられるか。ちょっと伸びてこないな。今画面の真ん中あたり。あ、5着キープしたかどうか。5か6か。ダイワメジャー1着、2着にはどうやらシーキングザダイヤ。ダイワメジャー1番人気に応える見事な G1 勝利です。6着ですね。さあ宝塚記念、パワちゃんシューズが15。なんでパワちゃんシューズが日経賞を買ったから。まあ出ますか。出れないと。なぜだ。故障してるんだっけ。そうすると9月の4週かまで飛びましょう。神戸新聞杯にシグナルとロジック、セントライト記念。セントライト記念勝ったんだ。へー、
パパチャンスロンジャパンカップにいちゃうの？ちょっと待ってね、セントラエント記念勝ったの？ってことで勝ってない、あ、出ただけでしょ。だよね、勝ってたら絶対菊花賞行くもんね、普通。お、オールカマーでパーチャンシューズが勝ったと。天皇賞秋出ましょう、菊花賞出ましょう。G1 が続きますね。7番人気に押されてるパーチャンシグナル。全然悪くないとこにいるぞ。この今年終わったらね、ちょっと一旦、休憩に入りたいと思います。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭は栄ステディ、後続も足を伸ばしてきました。2番手は栄ステディ。うわー、伸びないなー、一気に後続が伸びないなー、足が切れた感じだな。ドリームジャーニー4着だな。アルナスライン1着、2着にはどうやらドリームジャーニー、安定してやったり、 G1 の大舞台で強心臓ぶりを遺憾なく発揮しました。勝ったのはアルナスライン。4着ただ天皇賞秋、これパワーチャンシューズありますよ、本当に。天皇賞秋、5番人気、1番人気は誰だ？シーキングザダイヤ、ダイワメジャーか。外枠っていうのがまたちょっと微妙っすよね。これ内枠引いてたらね、全然ねいけるって言うんですけどね。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭変わりました。これもダイワメジャーがこのまま逃げ切る可能性あるな。差は3馬身、後続の手応えもいい。2番手はコスモバルク、うちの馬はどこにいんだ。ダイワメジャー先頭だ。後続との差はまだあります。このリードを守れるか。2番手はシーキングザダイヤ、ダイワメジャー1着、ダイワメジャー完勝。なんか追い込んでは来たっぽいですね。今1着、2着はシーキングザダイヤ、ダイワメジャー完勝です。カバーを寄せ付けない圧倒的な強さです。レコード勝ちしてるんだ。4着ですね。違う、3着か。11月2週のエリザベス、4週のジャパンカップと続いていきますね。2週4週、なんかイベントがついてる、なんだろう。
すい。パッとしないな。さあエリザベス女王杯、過去一度制してますからね。ちょっとね、なんていう馬が勝ってくれたか忘れちゃったんですけど、雨か。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭変わりました。先頭はダイワスカーレット。残り 200m、 一気に後続が抑えかかってきた。アイドル新世紀必死に追います。2番手はパワちゃんポーラー。ダイワスカーレット今ゴール。段違いの強さです。ダイワスカーレット2着だけど、1着との差は3勝です。束を寄せ付けない圧倒的な強さです。G1 が遠いな。ふう。さあジャパンカップダブリン、4番人気だ。ちなみに1番人気はドリームジャーニーでデルタブルースね。名将サムソンか。ただ今名将サムソン見た感じ大外枠でしたからね。これは大外枠から名将サムソンまくってくるって言ってもなかなか大変ですよ。4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭変わってインクスタイル、インクスタイル先頭、2番手は名将サムソン。先頭を捉えるか。やはり名将サムソン先頭だ。頑張れ頑張れ。 200m 先頭はデルタブルース。もう一伸び、もう一伸びしろ、もう一伸び。追いすがります。先頭だデルタブルース。デルタブルースか。1着、2着にはどうやら名将サムソン。これが世界の実力だ。デルタブルース、ちょっと見とこなかった。7着、4番人気に押されながら7着か。次は有馬記念かな。あ、でもパワちゃんラッキーが阪神ジュベナイルフィリーズに出るんですね。12月2週の阪神ジュベナイルフィリーズ。チャンシューズは出ましょう。さあジュベナイルフィリーズ勝てるか。何番人気、7番人気。ちなみに1番人気はヘルスパーク。ただ今見た感じだとヘルスパークも大外、そのうちが、うちの馬ですね。
ここでな、内枠とかな、来てくれたら来たって感じなんですけどね。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭変わりました。先頭はノーライデル、頑張れ。先頭下の後ろ2番手はノーライデル、追いすがります。そのまま追いすがれ。あーダメかー、後続の足移動。うわーダメだな。次にヘルスパーク、もう一伸びヘルスパーク、強いヘルスパーク。1着2着にはどうやらシュアプリマドンナ、ヘルスパーク一番人気に応える見事な G1 勝利です。さあ2007年の締めくくり、有馬記念。取ろう。12番人気か、厳しい戦いになるな。ダイワスカルト名将サムソンね。さあいよいよ直線の攻防、先頭は名将サムソン。残り 200m、 一気に後続が襲いかかってきた。ダメだ、残り 100m、 名将サムソン画面にも入ってこれなかった。次にドリームジャーニー、名将サムソン1着、2着にはどうやらドリームジャーニー、名将サムソン一番人気に応える見事な G1 勝利です。強かった名将サムソン。はい、というわけで、今回はねディープインパクトとかと戦いましたけども、まあ、ちょっと残念ながら勝てませんでした。まあただね、ジャパンカップではディープインパクトに先着はしたというのもありますし、まあこのパオちゃん牧場自体だいぶいい感じになってきてますんで、この調子で頑張っていきたいと思います。というわけで次回も応援よろしくお願いします。